旅の重さは、日本の小説家、即紀子の小説、及び、それを原作とした日本映画。愛と憧れと漂白を歌い、放浪記風に書かれている。作者の元久喜子は当初、覆面作家として、話題を呼び、奇遇なことから、この作品は世に出た。ママ、びっくりしないで、泣かないで、落ち着いてね。そう、私は、旅に出たの。ただの家出じゃないの。 旅に出たの世の書き出しで始まる。16歳の少女が男出入りの多い貧しい絵描きの母と女二人の家庭や学校生活が憂鬱になり家を飛び出したところから物語は始まる。舞台は四国。少女の実家も四国。海辺舞台に四国遍路の旅に出た少女がママに宛てた手紙に託す形で多感な青春の断面を 四国の自然描写を織り込みながらみずみずしい筆致で描かれている。家出であり、旅でもあり、変路でもあり、漂白でもある、定位無法な自由気ままな旅であり、常に母への手紙という形で描かれる。それは常に一方通行で、母からの袋はなく、すべてはモノローグである。作品に描かれた足ずり 主人公はここで、松田国太郎一座と出会う。家出をした少女は、旅先で様々な人々に出会いながら、四国を巡礼する。足摺り岬の近くでは、旅芸人、松田国太郎一座と出会い、一緒に過ごす。一座の一人で、情熱的な雅子と、特に仲良くなり、二人でパンツ一つになり、海に。 飛び込んだりして過ごす時間。一座には他に、色男役の吉蔵、龍二孔子など少女にとっては初めて知る。人生経験豊かな顔ぶれに映る。やがて、少女は、政子に別れを告げた。政子が不意に少女の乳房を愛撫し始める。初めて経験するレスビアン。沸騰するような愛撫を交わす。十日足らずの後、再び少女は旅を続ける。 しかしわずか数日後、風をこじらせ、路傍に倒れる。少女を助けたのは40歳を過ぎた魚の行商人、木村であった。二人は奇妙な新婚生活を始め、少女は行商に出る。ママこの生活に私は満足しているの。この生活こそ私の理想だと思っているの。この生活には何はともあれ愛があり、孤独があり、 死があるのよ母への手紙には千円を同封し、そう告白する。1972年10月28日公開。小竹製作、高橋陽子主演の映画化で、さらに作品の名が一般に知られるところとなる。主役オーディションで1位と2位だった高橋と、秋吉久美子のデビュー作でもある。脚本は、石森志郎、監督は、斎藤光一。 四国遍路の旅に出た16歳の少女の姿をロードムービー風に綴る。従来の映画制作の常識を破る手法と25人の少数編成のスタッフで四国をオールロケ。山間や田園風景の中をひたむきに歩き、あるいは海を目の前に生まれたままの姿になるヒロインの姿を捉えた映像は流霊で美しい。撮影は坂本文隆。 少女の奇跡をなぞる主題曲は吉田拓郎の今日までそして明日から内省的で地味めの楽曲だがフォトジェニックな映像と融合することで忘れぬみずみずしさを獲得した私の足音歩け歩けも録音されたが本編では未使用である主役の一般応募は1937人主役オーディションで1位と2位だった高橋と秋吉は 共に、吉田拓郎のラジオ深夜放送、パックインミュージックで、吉田から本映画のヒロイン募集を聞き、オーディションに応募した。オーディションでヒロインは、秋吉に決まりかけていたが、オーディションに遅刻してきた高橋が、求めていたイメージに、ぴったりと判断され、逆転して1位と2位が入れ替わったと言われる。ありがとうございます。